どうも、ちらです。はい、ということで、本日はですね、NCT127 のゆうたくんのファンカムの DJ 編をやっていきたいなと思います。いや、なんか、すんませんっていう感じなんですけど、この動画を撮る一本前に、AO の、ゆうたくんのファンカムを、まあ、こうまとめてみるみたいな動画を撮ったんですけど、次ね、今回 DJ をね、こう見て、やっていこうと思ってるわけじゃないですか。もう今、どうも、ちらですっていうタイミングで、もうなんか、嬉しすぎて、なんかこう、見れることに対しての嬉しさというか、なんか、あーみたいな。はい、ということで、そんな感じでね、今日もお酒を一滴も飲まずに、こんな調子でやっている私、ちらでございます。まあね、今回ね、DJ を見ていくわけなんですけど、見ていくね、ポイントとしては、前回のね、動画でも言ったかなと思うんですけど、動画ごとの、その、ゆうたくんのテーマってなんだろうっていうところをしっかり捉えられたらなと思っています。まあ前回のその、AO を見たときに、結構ね、それぞれの、こう、ファンカムの、動画というか、それぞれのパフォーマンスの回で、ゆうたくんのこう、表情だったりとか、なんかこう、動きとか、なんか違ったところがあったので、まあ DJ ではじゃあどうなんっていうところですよね。まあ AO とかはまあ結構そのコンセプトというかまあ世界観がこう決まってるところなんでまあ入り込むみたいなところからまあそういう色が出てたみたいなところもあるとは思うんですけど、まあ DJ とかはよりこうラフにゆうたくんの素が出てるところかなと思うので、まあダンスに振り切るゆうたくんの姿、まあラフに楽しむゆうたくんの姿、あと目線のところですね。まあこうダンスをしながらまあどうやって1位をねこう移動していくのかとか、まあ人とぶつからないかとか、そういうところのこうパッパッっていう細かい目線のところの動きとかも超ね、気持ち悪く、しっかり見ていけたらなと思います。さあ、ということで、それでは1本目のファンカム、こちら見ていきたいなと思います。多分ね、これ僕動画で出してる方のやつですよね。このなんか、ミュージックビデオで着ていた、このね、ベストみたいなところの、DJ のパフォーマンスの回見ていきたいなと思います。多分、まあまあまあ、もうね、っていう感じだとは思うんですけど、はい、楽しみに見ていきたいなと思います。この最初のアイソレがね、マジでね、決まってるんだよな。今の出方も好きっすよね。はい、行こうか、みたいな。なんか全然この踊り方も素人目に見ても違いますよね。うわぁ、もうランウェイ歩いてほしい、ゆうたくん。うわぁ、もう。ちょっとごめん、もう下半身し、ちょっとこれ、あんま言わない方がいいのかな？どうなんだろう？今もうちょっとごめん、股間周りしか見てなかった、今。これ、ダメな回じゃない？うわ、エロいな、これ。マジか。ちょっとごめん、DJ がエロく見えてきたな。だってあんなさ、ピンクパンツってさ、もう、変なおじさんじゃん。志村けんの。だけど、ゆうたくんが履くとなんかもう、かっこいいし、今の、ウォーも足がもう、すげえ、もう、重心というかもう、しっかりとブレずに、ウォーみたいな。うわ、移動も綺麗。タタタタタみたいな。こうもう顔とかぶれない。うわぁ、ちょっと、この、ちょっと、ズボンが気になんなぁ。これ、あんま思わんかったけど、パフォーマンスの時とか、ミュージックビデオの時とか。これ、どうだろう。正直、このパンツの、股間のところに目がいったよって人、ちょっと高評価というか、なんか、絵文字で、どうだろうな。ピースの、絵文字使ってコメントしてください。これが、合言葉にしましょう、今回の。これ見ちゃうな、絶対。いや、なんか、ドゥドゥ、ドゥドゥ。あー、やっぱ好き、この、はい、はい。もうちょい見せてよー。いやー、これちょっとごめんなさいね。ほんと決してふざけてるわけでもないし、なんかちょっといじってるわけです。もう茶化してるわけでもないです。ただごめん、ほんとにマジで下の方にしか目がいかなかった。それぐらいちょっとファンカムって恐ろしいっすね。
で、あと今回のこの DJ のパフォーマンス今ね見てて思いましたけど、結構一貫してやっぱラフですね。 DJ はすごいこうなんか音とかも取るんだけどもね、こう下半身とかやるんだけどもっていう、そこまでこうバキバキに栄養みたいに踊ってるかと言われるとそういうわけじゃないし、まあ多分移動とかもそこまでこうなんか難しいことが発生しないのかもしれないですね。 AEO の時本当にもうさっきの目で見てたじゃないですか、移動とかを。だけどそこまででもなかったということが、結構ラフに楽しくこうリズムを取ってみたいな感じなんだろうね。いいね。さあ、ということでそれでは2本目、こちらの DJ を見ていきたいなと思います。とりあえずサムネのあのゆうたくんが結構ナチュラルめというか、この髪型僕好きですよっていう感じ。なんかこうちょっとシースルーバングっぽいんだけど、そこまで決めすぎてるわけでもなく、ラフなゆうた、もうまさに DJ ですよ。見ていきます。うわー、ちょっともう好きかも。このなんていうの、中本優太の重心の低いダンスをもう見せるにはうってつけのこのパンツね。あ、ちょっと何これ、今可愛かったな。あ、なんか今回なんていうの、ちょっとなんだろうな、可愛く踊ってますね、じゃない？合ってるっしょ。全然違うもん、さっきの DJ と。なんかすごいこう一個一個置いてきますみたいな感じだね。このウォーのとこウォーみたいな、ちょっとなんか今回のこの DJ の時は余裕があったのかな。本当に気抜かんな、ちょっとあんまふざけてるわけじゃないっていうね、その休んでるわけとかじゃないっていう。うわここ好き。うわー、もう今もうなんか楽しく踊っとんな、すごく。あー、なんかすごい今回は丁寧に一個一個置いてってる感じだね。なんなんやろこの違いは。でででで、あ、来い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 、来て来て来て、もっともっと来て、もっと来て、うわん、早い、終わるのがもったいない。いや、なんだろう今の感じ、淡々としてるんだけどちゃんと気は抜かずに一個一個の振りはやっていってるよみたいな、少しちょっとこうなんかビジネスライク集がしましたね。なんて言うんだろうな、こうそこまでこうなんていうの、甘々な感じなわけでもないし、別なんかこうツンケンしてるわけでもないみたいな、このちょうど本当にもうポーンって突き放されてる感じ、なんかこう追いかけたくなるというか、沼らせる男だね。さあ、ということで本日は DJ のファンカムを見てきたんですけど、いかがだったでしょうか。多分このファンカムっていう文化ってこんなにいいんだっていうことを、多分僕はこのね、あの AEO と DJ のやつでようやく気づいたぐらいだと思うんですよ。だからなんか他のね、そのファンカムとかでこれを見ろみたいなやつが多分ありますよね、皆さんも。なんでちょっとそれを教えてください。なんかその中で僕は本当にもうランダムにもうコメントバーピーみたいな感じで止まったところのやつ見よっかなみたいな、ちょっとすいません、ちょっと挑戦的なこと言ってるんですけど、そういうこともしたいな。じゃあ例えば僕の好きな曲で言うと、じゃあフェイバリットとか、あれのファンカムとかも多分存在してますよね。だからなんかそういうのとかを見て、うわ、ゆうたくんってこういうダンスするよねみたいな、そのファンの皆さんの間で持ってる共通言語っていうところを、そのコミュニティに入って知るわけじゃなくて、こう見てく中で多分これじゃないかなっていう仮説を持ち、動画で発信して皆さんに答え合わせしていただくみたいな、そのスタイル
イルでちょっと僕は獲得していきたいなと思っているので、ぜひまだまだ僕はゆうたくんの動画出していきますよ。本当に楽しいね。なんかゆうたくんが僕の生活に現れてからこんな楽しい動画を見て、ゆうたくんのリパ系ファンカムさ、もうインスタもうそれでこうワーキャー言って、で動画もしやったらね、そのファンの方々がこうやっていろいろやってくれて、ああ楽しい。はい、ということで、あのね、多分この動画出てる頃にはあのひとしきりリパ系のウィークみたいなやつは終わってると思うんですけど、まあまだまだ出していくんで、あのなんかね、いろいろリクエストとかあったら、あのどしどしコメントに書いていただけたらなと思います。ということで、さあ、今日の動画は終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。